いやーそろそろ衣替えの季節だないろんな春服出さないといけないんだけどもそういえば去年着ていたあの春服ちょっと今年着るには古いかな時代遅れっぽく見えるかもしれないなうーん微妙なところだななんか持っている服が時代遅れかどうか教えてくれる人いないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画なんですがその春服ひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをしたいなと思っていますえ冒頭のですね 小芝居にあった通りそろそろですね衣替えの季節かなと思うんですね冬服をしまって昨年まで着ていた春服をもう一度出してですねまあ皆さんも検討してる段階かなと思うんですがまあ微妙な服ってありますよね結構長いこと着ていてこれ今年もいけるのかなひょっとしたら古く見えるのかなというですねギーギーのラインの服きっと皆さんもお持ちかなと思うんですねですがなかなかですね自分の周りの人でその服ちょっと古くないとか時代遅れっぽくないですかなんて 言ってくれる人はまずいないわけですねまあ、日本人は皆さん優しいのでズバッと表現することができないので今回の動画でですねなるべく具体的にこういった春服はちょっと時代遅れっぽく見えるので手放した方がいいですよという形で皆さんの背中をですねそっと押せるような動画を作ってみたいなと思っていますまあ、大きなお世話といえば大きなお世話なんですがまあ、結構このようなことを言ってくれる人はそんなに多くはないかなと思うのでまあ、なるべく分かりやすくですね皆さんに解説ができればなと思っていますのでよかったらですね参考にしていただける ればなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね。なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。 はい、ということで、ここからですね、具体的に時代遅れに見える春服をですね、イラストを用いながら皆さんと一緒に見ていきたいなと思うんですが、NG だけを出してもですね、じゃあどうすればいいのとですね、迷う方も多いかなと思うんですが、しっかりとこういったアイテムを買えばいいですよというところまでカバーをしたいなと思っていますので、その点はご安心いただければなと思っています。ということで、早速1点目から入っていきたいなと思うんですが、こちらのイラストのようなショート丈のコートですね、このあたりですね、結構春になると着てる男性、 多いかなと思います。まあ、ファッションっていうのも年々少しずつ変化をしていくわけなんですが、30代40代の世代というのはですね。比較的ファッションに興味があった20代の頃はタイトシルエット全盛だったかなと思うんですね。まあ、その流れでこのようなですね。ちょっとタイトめなもので、丈も長すぎないですね。ショート丈のコートって結構流行ったんですね。しかもちょっとこう。おしゃれに見せるようなディティールとして裏地にこうチェック柄が使われてたりだとか。まあ、切り替えのディティールがあったりだとか。 こういったですね、ちょっと盛ったようなコートというのは以前は結構見かけたんですね。ただこのようなものは今のトレンドだとか空気感とあまり合わないんですね。なのでアップデートが必要かなと思います。まずはサイズ感で言うと少しゆとりのあるようなコートというものが増えてきています。まあ、ジャストサイズから少し緩めぐらいが大人世代には似合うかなと思うんですが、いわゆるピチッとしたタイトすぎるものはちょっと合いづらいというところがあります。また竹の長さもですね、流行を大きく反映していまして、今は結構 コートでであれば丈長いものが多くてですねこのようなお尻よりもちょっと短いぐらいの中途半端な丈のコートはそこまで多くはないんですね。なので、もし選ぶのであれば、以前ですね、417エディフィスでご紹介したこちらのようなステンカラーコートですね。こちらもステンカラーコートで丈長めなんですけども、長すぎないぐらいの丈感なので、そこまで邪魔にならないですし、ライトな着心地なので、サクッと羽織りやすいかなと思うので、まあこういったものに代用してもらうか、もしくはもう少しだけ丈をですね、短くしてしまって、 ライトアウターとして着れるようなこちらですねグリーンレーベルのカバーオールですねこれは僕も所有していますがこの辺りをですね着ていただければまず間違いなく今の着こなしとハマりやすいかなと思うのでまぜひこういったものを優先していただければなと思っていますまどんなに気に入っていたものであってもある程度年数が経ってしまうとトレンドから外れてしまったりだとか今のベーシックという観点から見てもちょっとズレが出てしまうので思い切って手放すのもいいかなと思うのでまぜひ参考にしていただければな と思っています。 はい、続いて2点目のアイテムなんですが、こちらのイラストのようなヘンリーネックのですね、カットソーですね。これまたですね、結構僕ら世代だと着てる方少なくないかなと思うんですね。まあ、ちょっとこうアメリカンな雰囲気で、マッチュな体型の方が着ると似合いそうなヘンリーネックのカットソーなんですが、最近のファッションとはそこまで親和性が高くないですし、こういったちょっとセクシーな雰囲気やするものをですね、タイトに着るとですね、ちょっと古臭く見える可能性があるので、できればさ 避けておきたいアイテムの一つかなと思っていますパッと見は結構おしゃれそうに見えるかなと思うんですね表面はちょっと凹凸感があって風合いがあるのとあとは襟元ですね V ネックのようになっていて肌の露出もちょっと多めになるのでセクシーさも出せるかなと思う方も少なくないかなと思いますですが今はこういったちょっとセクシー路線と言いますか男らしさを強調するようなアイテムっていうのはそこまで時代感と合わなかったりするのでもし長袖のカットソーを選ぶのであればこのようなもう本当にプレーン なロン、T、の方がが圧倒的にですねハマりいいいかなと思っていま,すまあ、まずはですね、デザインにおいては本当に無地でシンプルなんですね。まあ、素材感に関しては、先ほど同様にですね、凹凸感があるような風合いなので、無地なんですけども、シンプルになりすぎないというところですね。そこら辺がポイントになってくるかなと思います。で、サイズ感も先ほどのヘンリーネックはかなりタイトな仕様だったかなと思うんですが、まあ、最近は程よくゆとりを持たせて着るのがトレンドになっていますし、まあ、全体的な雰囲気になってきていますので、まあ 僕ら大人世代もですね、ちょっとだけ緩めのサイズ感で着てもらうとバランスがいいかなと思います。特に体型なんかも20代ですとか30代前半に比べると、まあ、体の丸みが出てくる場合もあるので、このような少しだけゆとりを設計されたカットソーの方がより体型補正効果があるかなと思うので、まあ、優先していただくのがいいかなと思います。で、色味に関しては、まあ、いくつか選択肢があるんですが、まあ、ライトグレーぐらいで真っ白ではなくてほんのりオシャレ感が出せるような感じにしてもらうと退屈すぎないのかなと思います。地味ではあるんだけど でも素材の質感にこだわったりすることでより大人の男性にも似合いやすくなってくるかなと思うのでぜひ、まあ、こういったものをですね参考にしながら買い揃えていただければなと思っています はい、続いて3点目のアイテムはこちらのイラストのような七分袖のシャツですね。これもですね、以前は結構流行りまして、春から夏にかけてだんだん気温が上がってくると、シャツをですね、腕まくりして着る方もいらっしゃるかなと思うんですが、そのあたりを最初からうまく落とし込んであるのが、このあたりの七分袖のシャツになってくるんですが、まあ、ちょっとこれもですね、今の雰囲気からすると、やや古く感じるかなということで、今回上げさせていただきました。七分袖のあたりもちょっと古く見えるんですが、 その他にも例えばボタンダウンのシャツでサイズ感がタイトになってくるとこれまたちょっと古い感じがしてしまうんですね襟の形というのも時代によって微妙に変化してくるわけなんですがボタンダウンシャツも定番的なので決して NG ではないんですがボタンダウンシャツでなおかつタイトというところがセットになってしまうとちょっと古臭く感じてしまうんですね現在ですね結構店頭に並んでるものとしてはレギュラーカラーのシャツだとかこの辺りが結構増えているのと あとはバンドカラーとかも結構ありますよね。で、このようなボタンダウンシャツであっても少しサイズ感にゆとりがあれば割と今っぽく見えたりするので全く NG ではないんですがタイトめでなおかつ七分袖でボタンダウンだとちょっと古い感じがするので注意が必要かなと思っています。またこのようなチェック柄のシャツというところも意外と難しくて少し可愛い感じもするんですがやや古っぽい感じもしてしまうのでこのあたりも注意が必要かなと思います。もし柄物のシャツを選ぶのであれば例えばこちら のようなですねストライプ柄ですねレギュラーカラーでストライプ柄そしてサイズ感も少しゆとりを持たせるぐらいのものというのが意外と使いやすいかなと思うのでこういったものを選んでいただければ大人の男性にも似合いやすいかなと思います襟の形であったりだとかサイズ感だとか柄ですねこの辺りさえ間違わなければ古臭く見えることがないのでぜひイラストのようなシャツを持っている方は手放して今の時代にあったような少しゆったりめでレギュラーカラーそして無地のブルーだとかもしくはストライプ柄のシャツというところに 買い替えていただければなと思っています はい、続いて4点目はですね、ボトムスなんですが、こちらのイラストのようなリブ付きのスウェットですね、このようなものもですね、結構街で履いてる男性は多く見られるので、ちょっとですね、これは手放した方がいいアイテムの一つになってくるのかなと思います。まあ、このようなスウェットパンツというのは楽なので、部屋着感覚で結構昔から用いられていたんですが、まあ、タイトブームの時にですね、割とこのようなスウェットをギュッと細めにしてですね、綺麗めな雰囲気で作ってるものが増えたので、結構僕らせ 世代でもこのようなジョガー系のスウェットパンツ履いている方は少なくないかなと思うんですねですがそれが流行った頃からもちょっと時代がまた進んでですねこのようなちょっとこう細身のスウェットパンツみたいなところは今の空気感に合わなかったりだとかまあ、僕たち大人世代が履いてしまうとそもそも清潔感がなく見えてしまったりだとかなんかだらしなく見えてしまうというところに立ち返ってしまうのでちょっと注意が必要なアイテムになってくるかなと思います今はちょっとグレー系を出していますがまあ、ブラックだとかダークグレー だとかそのあたりであってもちょっとこうリブ付きのですねスウェットというのはややちょっとやんちゃな雰囲気が出てしまったりだとか今の空気感と合わなかったりするのでちょっと注意が必要なアイテムになってくるかなと思います。まあ確かに履きやすくて便利なんですがもしもですね機能的で履きやすいところをちゃんと担保しながらも今っぽい感じのものを履きたいのであれば個人的にお勧めしたいのはこちらですね。まあアーバンリサーチがですね別注でやっているグラミチソロテックスストレッチパンツというものなんですがまあ、こういった類のものがあと 的に使いいいやすすかなと思います、まあ、グラミチのパンツということで、すごくですね、カジュアルに履きやすいような機能性をしっかりと持ってるんですね。まあ、腰にはちゃんとベルトがついていて、ウエストの調整もしやすいですし、履き心地の面でもアウトドアでも機能するぐらいですね、ちゃんと作られているボトムスなんですね。ソロテックスという素材自体に機能性が豊富なので、むしろスウェットパンツよりも機能的には非常に優れているのがこのようなグラミチのソロテックス系のパンツになってくるかなと思います。それでいてシルエットはピタピタタ と過ぎないでテーパード型ですね腰回りには適度にゆとりはありますけども膝下から適度に細くなっていくようなシルエットになってまして大人世代にも似合いやすいような綺麗さも備えているというところでは非常に使いやすいボトムスになってくるかなと思いますまあ、いわゆる現代的なもっとゆとりのあるパンツに比べるとベーシックな路線のフィッティングになってくるかなと思うんですがこれぐらいが大人世代には似合いやすかったですのでまさに使いやすい1本かなと思います細くてカジュアルさが満載になるスウェット系のですねジョガーパン パンツよりは見た目の部分では適度に大人っぽさを抑えてあるんだけども履き心地の面ではスウェット同様にですねしっかりと使いやすいような仕様になっているこういったボトムスの方がはるかに大人世代には使いやすいかなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目は靴ですね。こちらのイラストのような素足履きのですね、ドライビングシューズですね。これはちょっと時代遅れに見えやすいので、ちょっと注意が必要なのかなと思っています。まあ、数年前まではですね、結構イタリアファッションブームもあって、ちょっと大人の世代がセクシーな着こなしをすることも多くてですね、僕もですね、散々やりました。まずはボトムスの丈ですね、9.5分丈ぐらいにして、少しだけくるぶしが見えるような長さに設計します。そして そ足元はローファーだとかドライビングシューズを履いてもちろん靴下も履くんですけどもほぼ素足に見えるようなフットカバーみたいなものを履くことで素足風に見せるんですね。そのような着こなしとジャケパンスタイルだとかセットアップのスタイルだとかイタリアっぽいスタイルというのはめちゃくちゃハマりが良くてすごい素敵に見えたんですね。今でも素敵に着こなしている方はたくさんいらっしゃると思いますし決して NG だとは思わないんですがこのイラストのように結構丈短めでくるぶしガッ すり見えてなおかつドライビングシューズという患者とややキザっぽく見えてしまうと言いますか今の時代の雰囲気から言うとちょっと古く見えるかなというところを個人的には懸念しています僕自身もちょっと前まではですねフットカバーの靴下をよく履いていたんですねだけど今は正直一足も持っていなくて一切履くことがなくなったんですねまあ、夏場で本当に暑い時になったらむしろもうサンダルを履いてしまうのでフットカバーの靴下を履くことはあんまりないんですねそれか普通にスニ クニーカーカを履履いて靴下も履きます。このような素足っぽく見える靴下というのは結構以前から女性化の評判はそんなによくなかったんですね。ちょっとなんかキザっぽいだとかチャラチャラしてるとですね、僕も言われたこと何度かあるんですが、今においては本当にその傾向はより強くなってるかなと思うので、僕自身も靴下を履くことを推奨したいなと思います。ドライビングシューズだとか、あとはローファーだとか、そのあたり決して NG ではないと思うんですが、まあ、ドライビングシューズよりは個人的にはこちらのようなコインローファーですね。本当にプレー なんですがこの辺りを選んだ方が圧倒的に使いいいやすすかなと思っていますそして、ボトムスの長さもですね、8分だとか7分だとか短くしてしまってくるぶしががっつり見えるのもあまりですね、今っぽく見えないので、短くても9.5分だけ、ノークッションだとかそのあたりに仕上げるのがいいかなと思います。歩いた時にちょっとだけくるぶしが見えるぐらいですね。そして、靴下も個人的には履いた方がいいなと思っていまして、僕はですね、白ソックスがお好きなので、そればっかり履いているんですが、 まあ結構白ソックスに違和感を感じる方もいらっしゃるかなと思うので、リブ編みのこちらのようなグレー系のソックスだとか、まあそのあたりを履いていただければですね、割と軽快な感じで履けるかなと思うので、このようなものに変えていただいた方が、今の空気感には合いやすいかなと思っています。まあ時代だとかトレンドというのはぐるぐると回っていくものなので、またこのようなちょっとセクシー路線の着こなしというところが流行る機会もあるかもしれないんですが、ちょっと今の段階ではそのブームも一段落していて、あまりこう、 見せすぎないような自然な見せ方の方が大人世代にはハマりやすいかなと思うのでこのようながっつりくるぶしを見せながらのシューズスタイルというところは一つアップデートしていただくといいんじゃないのかなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、その春服ひょっとしたら古いかもというテーマで、具体的にですね、古臭く見えるかもしれないですね、アイテムを5点ご紹介しつつ、まあこういったものに変換するといいですよという形で皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ余計なお世話といえばそうかもしれなくて申し訳ないんですが、なかなかこういったことって一般的には語られづらいので、まあよかったら皆さんのですね、衣替えの際の参考にしていただければなと思っています。また今回あげた以外にもですね、結構 このアイテムはどうかなっていうような絶妙なものってたくさんあるかなと思うんですね。ですので、ぜひ皆さんもコメント欄でこの値りはどうですかっていうのがありましたら書き込んでいただければ今後の動画の中でもですね、触れていけたらなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかお伝えすることができないセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けのですね、専門ブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ チャンネルの方で詳ししめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をしていまして、皆さんから頂い,いた質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、動画ではなくて、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説、または、 僕自身が私物で買っているものなんかをですね、ほぼ毎日皆さんにお届けをしています。まあ僕自身もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。